シューレンジャーズは2008年に和歌山県に発足した野球チーム。クラブチームとしてスタートし2009年から2013年まで関西独立リーグに加盟していた。リーグ発足当初から続けてリーグ戦に参加している唯一のチームであったが2013年12月12日に脱退した。2014年からはクラブチームに戻る方針であったが球団は 活動を休止した。運営母体はスポーツクラブを主催する形で存続したが、2017年3月末で活動を停止した。2008年に将来の独立リーグ加入を前提にクラブチームとして発足した。運営母体は株式会社として発足したが、後に特定非営利活動法人に変更された。チーム名は和歌山県のローカルヒーローである木の国戦隊。 奇襲レンジャーに由来している。独立リーグ時代の使用球場は、和歌山県営君井寺野球場を本拠とし、他に、田辺市立市民球場、五房総合公園野球場、上富田スポーツセンター野球場、岸川スポーツ公園野球場、湯浅城公園凪野の里球場、黒潮スタジアム、山崎運動公園熊のスタジアムであった。 有田市出身の元プロ野球選手の木村武氏が理事長を務める和歌山野球振興協会夢クラブをはじめとした県内の3つの NPO 法人が木村を委員長とする設立準備委員会を設立し2007年12月3日に記者会見を開いて構想を発表したそれによると和歌山県営君井寺野球場を本拠地とし新たに NPO 法人を発足させて運営に当たるとしていた。2008年は準備期間としてクラブチームで活動し、選手に対しては2009年度以降は給料として月20万円を支給する予定とされた。監督は木村委員長、和歌山市出身で元広島東洋カープの井上孝一がコーチを務めることも発表された。 チームの設立構想が表明された段階では、関西独立リーグ構想が明らかになっていなかったため、四国、九州アイランドリーグもしくはベースボールチャレンジリーグに加入することもあり得るとしていた。2008年6月に運営母体となる株式会社奇襲レンジャーズの設立と、その役員人事が公表された。前説に記したように、所属リーグ未定の状態から、 関西独立リーグ設立に応じて加入したが、リーグの経営危機の発覚から、ミエスリーアローズの離脱を経て、実質的にリーグ運営の中心となった。しかし、後から参入した、兵庫ブルーサンダーズが、既存の高校、大学野球部の枠に縛られない、選手育成を進めようとしたことに、木村武が反発し、 兵庫に賛同するレイロックブルズも含めた全球団が脱退する形でリーグは解散した。当球団は全期間にわたってリーグに所属した唯一の球団であった。なお、他元は勝つ形で兵庫とレイロックが設立したベースボールファーストリーグは2017年度から田辺市を本拠とする球団和歌山ファイティングバーズを参入させることを2016年6月に発表し、 予定通り2017年よりリーグ戦に参加している。ニートのゲーム差関西独立リーグ参入初年度2009年の観客動員数は36試合15,412人。1試合平均の入場者数はリーグ最小であった。財団法人和会山社会経済研究所は2009年9月に今後3年間でのレンジャーズによる経済波及効果を 推計6億3300万円と算出した。2010年の観客動員数は34試合で8444人。昨年度より落ち込んだが、その他のチームがこれ以上に落ち込んだためリーグトップ。これまでの1試合での最多観客動員記録は2010年9月19日に行われた赤市戦で2027人。上記の通り、 関西独立リーグに加盟する前のクラブチーム時代は、木村代表が監督を務めていた。社会人、クラブチームのほか独立リーグの BC リーグや四国、九州アイランドリーグのチームとも練習試合を行った。発足直後の BC リーグ2チームとの試合には敗戦したが、2008年7月2日の徳島、インディゴソックス戦には5-3で勝利し、 独立リーグのチームから初めて勝ち星を挙げた。上記の木の国センター一周レンジャーを公式キャラクターとしている。ありがとうございます。